はい、こんばんは。はい、こんばんは。音楽アプリ第3弾。えー、さっきはですね、えー、デジタルの方をご紹介しましたけど、今度はですね、こちら、アナログ版。こっちは有料でしたね。85円使っちゃいました。まあ、試しましょうかね。はい、こんな風で。えー、っとこうやって2つのプレイヤーと DJ のこれが出てきましたね。はい。 で何がすごいかというと、まあ、すごくはないんですこっちはアナログなんで分かりやすいですね。ものすごく分かりやすい。これ、レコードプレイヤーが2つありまして、はい、ターンテーブルですね。ターンテーブルが2つありまして、えー、自分で音楽を、ここを押せば、音楽の選曲が出てきますよね。こうやって、はい、出てきましたね。僕、こういう風に。はい。で、まあ、これ、著作権に引っか,かかるんで、ちょっとあれし,なしませんけど、 これでクリックしたらですね、レコードプレイヤーが一人でに、えー、かかるんですよ。えー、っとあ、まあいいですかね。まあここでもして、プレイヤーがかかります。で、まあ音楽はちょっとミュートにします。すると、はい、プレイヤーと、はい、レベルメーターが反応しましたね。今左,左だけを選,選曲して、左側のプレイヤーが回ってますよね。ちょっと見えないかな うん、見えにくいと思いますよね。ちょっと暗くしたら見えるかな。うん、こういうレベルメーターがあって、今、その、うん、あのターンテーブルに乗ってるプレイヤーが回ってるんですよね、左側が。はい。自分が、要するにですね、iPhone の中にあの取り込んだ MP3、あーまあ、MP 音楽のファイルだったら呼び出してですね、左と右で使い分けて聴けるということですねえ。前回ご紹介したデジタルのと似てますよね。 はい、こっちは有料版だけあって、ですねこの中に入っている音楽ファイルからあの自由に選択して選べますんで、えー、いろんなことができます。もちろんイコライザーも飛び出してきます。はい、ここを押しますと、えー、これはちょっと,と、今音楽だ。イコライザーは真ん中ですね。あ、これ僕の間違いですね。ちょっと待ってください。えー、これ引っ込ますのどうかな。間違えたね。はい。で、これがイコライザーです。はい。 で、イコライザーっていうか、もうこれ、ボリューム形式になってるんで、はい。こういう感じ。ちょっとイコライザーの方がいいんですけどね。こういうところが、ちょっとこれ、85円出した割には、まあ、シンプルしすぎで、わかりやすいのはわかりやすいですね。初心者には。はい。で、これ、ダウンロードの、あの、あれですね。左右。今、左だけ鳴らしてますね。閉じるときは、やっぱしこれですね。えー、っと、これ×、×で。ちょっと、メモリ食いますんでね。か,かなりこう。 iPhone じゃ苦しいとこがありますよね。せめて iPad ぐらいにならないと CPU 的に苦しいかな。iPhone 5だと、うん、大丈夫だと思いますけど、4を使ってますんで、はい、こんな感じですね。はいまあ、自分が DJ ミキシング、DJ ができるということですね。これを外部視力端子にスピーカーフォンから付けられてですね、こういうふうの、あのー、なんかスピーカー、別売りのスピーカーとかに、Bluetooth でもいいんですね。 スピーカーでもつけられると、まあ、いい音楽でちょっと公っと,、あのー、公演とか自分がちょっと1、あのー、人で、えー、っと釣りとかやってるときに、まあ、DJ 気分でそこで DJ 気分の音楽にな,なって1人で楽しめる、まあ、アプリかなと、まあ、寂しいですけどね、まあ、そんなアプリです、はい、本格的にも使用しようと思ったらその気になれば使えますよねこれ、うんはいまあ、iPad ぐらいを使った方がそういう時はいいと思いますよねせめて iPad ミニ ぐらいを使わないと、ちょっと小さすぎて、手がですね、指がこう、その、アイコンのところに、あの、誤動作を起こしますね。まあ、そういったところで、これもおすすめアプリですね。今、左だけが鳴ってます。音楽流すとちょっとまずいんで、イコライザーが動いてるところがわかりますよね。はい。ちょっと、はい。もう少し明るくしますかね。はい。こんな感じで、綺麗ですよね。通常はこんな、今光ってますけど、はい。もう少したらピンと変わるかな。この辺ね。はい。 はい、ジャスピンですね、今。はい、ジャストピントがあってますね。はい、こんな感じで動きます。あもちろん、このアーム、よく見,て見られると分かりますけど、今、レコードがかかってますよね、左が。あの、アームが動いてますよね、右に比べて。このアームまで動くんですよ、ちゃんと。そういうところがもう、よくできてますよね。はい。まあ、ちょっと85円出して、ちょっとこれは、まあ、失敗したかなという感がありますけどね、ここにもボリュームが、はい。まあ、そこそこ使えますんで、はい。 android は無料でありますね。もっといいのがね。はいこの前ご紹介してたみたいまあこれはこれで、はいレベルメーターがついて85円の出費だったんですけど、まあ、そんなに公開はしてないというところです。一度買えば、ですねこれは他のあのパッドとか買った時もねダウンロードできますんで、はい無料で。そんな感じ。いや今終わりましたね。終わったらアームが戻りましたね。そういったところで終わりたいと思います。 またあ、いいのが見つかったら、あのー、皆さんにご紹介していきたいと思います。では、さようなら。